ハーフマラソンの後半の失速を防ぐトレーニング法。あなたはハーフマラソン後半失速しないためには何が重要だと思いますか？筋肉の持久力、心肺機能、さまざまな要因がありますが、やはりペース配分がかなり重要になります。ではそのペース配分をするためには、当然走るスピードをコントロールしなければいけないんですが、走るスピードというのはストライドとピッチ、この2つで決まります。実際にランニングを指導させていただいて、ハーフマラソン失速しやすい方の走りを見ると、10キロ超えるあたりから足のピッチが不規則になっている方が非常に多いです。これを改善するためには自分の足のピッチ、この速さをコントロールする技術が必要になります。人は筋肉を動かすとき、脳からこの筋肉動けという信号がいって、初めてその筋肉が収縮して動きます。走るときにリズミカルに走れている方は、この脳から筋肉に信号を送る能力が非常に優れています。これは筋力や筋肉の持久力ではなく、筋肉を扱う上手さ、そのように表現するのがいいかと思うんですが、本日あなたには思った通りに筋肉をリズミカルに動かせる能力を向上させるトレーニング法をご紹介させていただきます。右左と素早くステップを踏み前に進んでいきます。体は少し前傾させ、体の真下で着地することを意識しましょう。接地してから素早く反対の足を持ち上げるよう意識しましょう。左右のステップも行いましょう。右左右左右左とステップを踏んで前に進みます。3ステップ目で地面を少し強く押すとリズムが取りやすくなります。この時も少し前傾姿勢、体の真下で着地、接地時間を短くを意識しましょう。右左右左とステップを踏み前に進みます。4ステップ目で地面を少し強く押すとリズムが取りやすくなります。左右左右のステップも行いましょう。前のステップを行った後、リズムを意識して走ると足が左右対称に動き、テンポの良い足運びとなるのが感じられます。ゆっくりのペース、地面を押す強さでスピードをコントロールします。地面を押す力を弱めるほどスピードを遅くすることができます。速いペース、前のゆっくりのペースとピッチは同じですが、地面を強く押しているためスピードを速く走ることができます。ピッチを固定し、地面を押す強さでスピードをコントロールしましょう。このように様々なリズムで足を動かせるようになると、走るときに自分のピッチが乱れず走れるようになって、レース全体を通して自分のピッチをコントロールできるようになるので、最初からスピードを出しすぎてしまったり、ペースにムラができてしまうようなことがかなり少なくなりますので、ぜひ自由に足をリズミカルに動かせる能力、これも鍛えていただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。